今回はお客様の多数の要望にお応えして作成した新カナボクシー新カナノア専用の超実用的なカスタマーズを紹介していきたいと思います。どうも、サンバイプロデュースのジンです。今回は新カナボクシー新カナノアにお取り付けいただけるコンソールボックストレイを実際に取り付けてから紹介していきたいと思います。はい、商品を持ってきました。こちらですね。今回1種類だけではなく2種類デザインの違うものを作ったので、1つずつ紹介していきますね。まず1つ目はこちらですね。ゴマ糸の表面はエンボス加工を施し、スペード目効果のある模様でデザインしています。窓はツヤ感を抑えた加工で、かなり高級感のある見た目に仕上がっていますね。ゴマと素材は PVC を使用しています。こちらの素材は耐熱温度が60度から80度までなので、基本的には車内で夏場に放置していっても溶けてしまう心配は一切ございません。次にトレの素材は ABS 樹脂素材を採用しています。こちらの素材は純正オプションパーツでも採用されています。耐熱効果にも優れており、専用形状に加工しやすい素材なので、簡単安全にお取り付けいただけます。次は今回初登場、ベルベットタイプのコンソールボックストレイを紹介していきたいと思います。こちらは表面がベルベットタイプになっており、滑らかな手触りで光沢があり、上品な高級感を演出します。コンソールボックストレイはいろいろなメーカーさんから出ているんですが、ほとんどゴムマットタイプなので、他にない個性のあるドレスアップをすることができます。トレの素材はゴムマットタイプと同じ ABS 樹脂素材を採用しています。それでは次に装着前のコンソールボックスを見ていきましょう。収納スペースがとても広く、コンソールボックスがない車と比べてかなり便利ですよね。ですが少し深さがあるため、日常使いで使用するとなると、パッと物を出すには少し使い方が悪いですよね。僕と同じ思いのオーナー様もたくさんいらっしゃると思います。それではこちらのコンソールボックストレイを装着して悩みを解決しましょう。装着もとても簡単です。コンソールボックストレイに合わせて差し込むだけですね。こんな感じですね。これだけで装着完了です。ここで一つ注意点があるんですが、新カナボクシー新カナノアのコンソールボックスは個体差があるため、コンソールボックストレイを装着した際に振動で若干異音が出る場合がございます。異音が気になる場合は、商品に付属している干渉防止テープを商品の横に装着してください。それでは装着後のコンソールを見ていきましょう。コンソールボックスは2段に分けることでかなり利便性がアップしましたね。普段からよく使う小物などはこちらのトレ部分に入れることですぐ取り出すことができますね。こんな感じですね。僕はタバコ吸わないですよ。これ例です。次にカータイプごとに装着後のイメージを見ていきます。まずはゴムマットタイプからですね。はい、どうでしょうか。かなり自然に内装に馴染んでいますね。純正で装着されていたと言われてもわからないくらいですよね。こちらは車をカスタムするのが苦手な方にもこれならつけてもいいかなと思っていただけるくらいに便利で、装着後の違和感がないパーツになっていますね。次はベルベットタイプを見ていきましょう。ベルベットタイプは個性のあるデザインですが、違和感なく新カナボクシー新カナノアの高級感のある内装にしっかりマッチしていますね。ゴムマットタイプもかなりかっこいいんですが、ベルベットタイプは特別感のあるドレスアップができますね。はい、いかがだったでしょうか。見た目だけのドレスアップもとても大事ですが、これは実用的なパーツはカーライフを充実させるためにぜひ装着していただきたいです。こちらの商品はサンバイプロデュース各店舗で販売しているので、気になる方はぜひ概要欄にあるリンクからチェックしてください。こちらパーツに限らず、いろいろな車種のカスパーツも販売しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。
チャンネル登録していただければ、あなたの愛車に見合うパーツやメンテナンス商品が見つかるかもしれません。通知ボタンも忘れずに、高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。